よう、そんなことしてないで遊ぼうぜ。なんや自分、邪魔しに来たんか。なんの、なんのって自分がそんなこと言うたんやろ。何してるかわからんで言うたんか。うん、はっ、自分と一緒におるとアホが映るわ。自由時間ぐらい一人にしといてくれへんか。一人でいたって退屈だろ。サイキック能力の訓練しとったところや。でも突っ立ってただけだよね。迷走しとったんや。突っ立ってるのと同じじゃん。全然ちゃうわ。空に浮かんでそのまま宇宙に吸い込まれていくイメージを描いとったんや。なんで。それでサイキック能力が鍛えられるからや。なんで自分みたいなやつに説明せんとあかんねん。集中力が大事なんや。邪魔すんな。どこに行ったんだろう。どうかな、小鳥ちゃん。私もやってみよう。確か空に浮かんでそのまま宇宙に吸い込まれていくイメージを描くんだったな。やめろ！自分までサイキック能力目覚めるやろ！なんで止めんのさ。目覚めるなら二人目覚めておいた方が戦うのに有利だろ。同じチームにサイキッカー2人おったらキャラかぶりすんねん。1人で十分やろ。2人いた方が便利だって。せやから瞑想やめろ。能力目覚めるやろ。サイキックはうちのアイデンティティや。奪おうとすな。人類ピンチだっていうのにアイデンティティとか気にしてる場合じゃないだろう。サイキッカーは多い方がいい。せやから瞑想すな。サイキック能力目覚めてまうやろ。目閉じるな。開け。開きっぱなしで。めっちゃ目乾くじゃん。そんなん知らんわ。ああ、なんでこんなやつに瞑想教えてもうたんや。まあうちほどの素質あるわけあれへんけど。だったらいいじゃん。せやから瞑想すな。自分はロッカー、うちはサイキッカー。それぞれの得意分野で住み分けろや。ロッカーでありサイキッカーでもありたい。贅沢がすぎるわ。自分がロッカーでありサイキッカーにもなったら、うちはサイキッカーだけやから影が薄くなるやろ。メグミンもロッカーになればいい。同じチームにロッカーでありサイキッカーでもあるキャラが2人もおったら、キャラかぶりしてどっちも目立たんなるやろ。ならないって。ほな泉もロッカーにしてサイキック目覚めさせて、ハッカー技術をうちらもなろて、3人がロッカーでサイキッカーでハッカーになったとしたらどうや。ややこしゅうて子が死ぬやろ。主としてはめっちゃ強そうじゃん。そうかもしれん。例えが悪かった。せやから瞑想すな。まばたきだよ。長いわ。待て待て、なんで自由時間にこんな疲れなあかんねん。冷静になれ。冷静になってこんなやつ見なせ。一人になりたいんや。どっか行ってくれへんか。わかったよ。
メグミンを誘ってお風呂に行こうかな。メグミン、一緒にお風呂行かない？なんかさっきは冷たくあしらいすぎたかもしれん。風呂ぐらいなら付き合うで。やったね。なんでそんなスタイルええねん。ロッカーはもっとゴツゴツしとるやん。だったらあんなに売れてないよ。歌唱力だけじゃ厳しい世界なんだ。ルックスも大事らしいよ。恐ろしい自慢が来よったで。自信過剰がすぎるやろ。いやいや、そういうめぐみんもセクシーな体してると思うよ。それ真剣に言うとるんか。うん、くびれとか最高。西じゃ美少女サイキッカーで名を馳せてたんでしょ。そうや、ファンも今日3おったね。でも胸はユッキーの方が大きいな。ユッキーは無駄にすごいな。褒めるんやったら褒めきれ。中途半端に終わんな。めぐみんも十分色っぽいってば。はっ、もうええわ、先に出るで。色々あった一日だったな。何この生活、つらい。ダメっぽ。海軍も厳しかったはずだろ。あとネットスラング使うな。ねえ、気づいてる？ん？何に？私たちの共通点に。なんだよ。あー、ナビ、そっち行っちゃダメ。おっと、危ない。気をつけなさい。二段ベッドまでひとっ飛びだなんて、どこにそんな力があるのかな。そうね、このブヨブヨしたところ全部が筋肉なのかしら。それは気持ち悪い。じゃあ歯磨いてくっか。口の中の菌もやっつけてしまいましょう。それも大事ね。そうしましょう。話の途中。ん？ユッキーどうした？情報員、お前話の続きはどうした？ナービーが飛んできてかわしたぐらいで忘れるな。重要な話の途中だったろ。歯を磨きたいなら話を終わらせてから行け。せやかて、夕飯ニンニクの入ったパスタやったからな。匂わんか？どれどれ。クンクン。やめてよ。なんや、ばあちゃんちの匂いがするわ。え、そんなカレー臭のようなものが。あ、またナービーが。おっと、危ない。おとなしくしてなさいね。ナービーもピカピカに磨いてやるか。うん、それがいい。私も一匹抱いていくとします。早く行きましょう。くるくるバーカー。許してやってくれよ。これでもこいつ栗を剥くのだけはうまいんだ。だから私をかばうなよ。怒ってんのはその私だよ。それに栗剥いたことねえよ。で、結局なんなん？情報員話せよ。共通点が見つかったんだろ。ねえ、気づいてる？そこから言い直すのか。ん？何に？私たちの共通点に。なんだよ。私たちはそれぞれ何かに特化した天才なのよ。それだけはないわ。うちらは天才やけど、東条はどないな？盆栽やないか。言いづらいことをズバッと言ったな。あなたね。なんや、ナービーの目が綺麗か。うん、綺麗。何か一つでも自信を持て！こっちまで哀れになってくるから！きっとお前にも何かあるはずだ！そうね。そうよね。あるはずよね。出ないとお母さんに顔向けできない。え、スカサッチのお母さん何なの？セラフの研究所長。母親が天才だった。
ある日唐突に事故で死んだと言われて。そんな！おいおい、穏やかじゃねえな。どんな事故かも教えてもらえなかった。だったらそれを誰から聞かされた？軍のお偉いさんに。セラフの研究所は軍直轄だから。でも、泣き殻にも合わせてもらえなくて、遺品として渡されたのは、このネックレスだけ。そもそも事故ってのは嘘で、本当は、考えたくねえけど、まさか軍が。だから、私は戦うだけじゃない。母親の死の真相を追いたいの。手伝うよ。本当？ああ。唐突に亡くなってただでさえ辛いだろうに、さらにそんな謎を突きつけられるなんて、理不尽極まりないからな。ルカさん。お前にしてはまともなこと言うな。ユッキーもそう思わない？そうだな。しかも、私らもセラフを使って戦ってるわけだし、人ごとでもなさそうだ。私も協力するよ。私も。チュッ。しゃあないな。救世主としてはほっとけんわ。歩くハンドヘルドコンピュータと呼ばれた、この頭脳も使ってください。すごくスペック低そうだが大丈夫か？新意ですよ。とどめを刺された気分だ。みんな、ありがとう。私らならやれるさ。ドン！やっ！そこだ！やっべ。切り刻み見せてもらおうやないか。武器にはさせへんで。この調子で行きましょう。このチャンス逃がさへん。これでなんとかならない？くぅ、いいね。くらえ！さすがです！うくそ！頑張りどころね。もらった！はぁ！慎重！
長に行きましょう。カーレンちゃんです。やった黙らしたる。この調子で行きましょう。このチャンス逃がさへん。これで行けるはずよ。こいつありがてえ。砕けろ。死ぬかと思った。本当に伝説始めちゃう。もしかして私って天才。焦らず慎重に行くぞ。ほらよ。慎重に行きましょう。回復します。ありがてえ。ヒリキザン耐える。私に任せな。こいつに対して耐性があるよ。血が騒ぐの。みんなにこの力を。ええやないか。これ砕けろ。ここからね。黙らしたる。やるね。いいんじゃない。どうだ。もらった。私に任せな。この攻撃は有効じゃないみたいな。一気に行こうぜ。回復します。生き返る。そうよ、カーレンちゃんです。諜報員を敵に回すとこうなるの。やわー、まだまだカレンちゃんは飢えておる。焦らず慎重に行くぞ。好きにはさせへんで。あたしが続く。どうだ。その調子で頼むぜ。見せてもらおうやないか。やった。それが貴様の殺しの美学か。そう。皆さん大丈夫ですか。助かるぜ。みんなせめて止まらん。ほらよ、やめてもらえません。ずっとしいいんじゃない。砕けろ。その調子だ。よし、気にはさせねえ。ここからね。一気に畳みかけようぜ。カーレンちゃんです。黙らしたる。すごい。チャンスじゃない。私にお任せください。みんなせめてアガッツ。やっちゃうやっちゃう。やらせてー。カーレンちゃんです。この攻撃よっからしちゃったみたいだな。ルカちゃんウィン。有意義な戦いだったんじゃねえか。Thank you.
みんな冷静にな。ゴー！ゴー！ほらよ。うっそ！なんとかしなければ。ガーレンちゃんでーす。いつも待ってられへん。
今日もテストをしてもらうわ。今回は英語よ。了解であります。え、あなたそんなキャラだった？はっ。いつもそういてくれると助かるのだけど。了解であります。将来的に軍事行動中に英語を利用する可能性は大いにあるわ。日々学習が必要なの。とはいえ、今はあなたたちのレベルを測るだけだから、結果は気にせずチャレンジしなさい。怖い。やだ、そんな結果知りたくない。速攻で馬脚表してるじゃねえか。はい、はじめ。次の文を同じ意味になるように、括弧内に単語を入れなさい。どうじょっと。日本語入れたらダメだろ。え、あかんの？こっちにもバカがいたよ。はい、そこまで。うん、やっと終わった。やれやれや。ユッキー、これからどうすんの？カラオケ寄ってストレス発散してかない？そんな学園ドラマのような世界観じゃないから。はあ、日々この瞬間のために生きてる。今日は何食べようかな。どうしたの？今日もランチ行こう。今はお腹空いてないの、ごめんなさい。やってやってもええで。うん、行きたい。はあ、そんなにうちが恋しいんか。ほな行くで。めぐみんは何食べるの？なんやと思う？当ててみや。何食べるの？人の話聞いとったんかい。都合が悪いみたいに聞き流すの。じゃあ見てる。なんでやねん。一緒のにして仲を深めたいから。深めたいんやったら話くらい聞けや。え、何のこと？ほな、こうしたるわ。すごい、何これ、おいしい。ただの水や。これから何か食べるんでしょ？我慢したる。午後の訓練耐えられない。一人で食ったらええんやで。私も水だけにする。ねえ、何かサイキック見せて。なんで？信じてないから。くそ、せやったら見せるしかあれへんな。何か浮遊させて。浮遊か、効果ぐらいやったら。椅子。椅子？待て待て、でかすぎる。できないの？できるけど、そこまでの力をなんでお試し感覚で使わなあかんの？効果ぐらいやったら。じゃあテーブル。テーブル？待て待て、でかすぎる。できないの？できるけど、そこまでの力をなんでお試し感覚で使わなあかんの？こんなぐらいやったら。じゃあ、あそこのソファ。なんで質量でかなってくねん。小さくしていけや。使う力と質量は比例すんねん。お試し感覚なんやったら控えめに頼め。じゃあ、このコップ？ああ、まあでかいやねんか。せや、中の水だけ浮かす。それでどうや。絵的に面白そう。面白半分で力使わすかい。できたら尊敬しちゃう。わかった、見とけ。おりゃ！携帯みたいに便利だな、電池って。見とけ！え、何？水浮いとった！あれ？なんでこんなびしょ濡れになってんの？水浮いとったからや！めぐみんのサイキック、本物だったんだ。見てなかったやろ！自分が目そらした隙にうちがぶちまけたまである。え、ぶちまけたの？もうええ。めっちゃ仲が深まった。深まるか。
よっしゃ、パッとアリーナ行ってガッとバトルして終わりだ。おい、タマ、今日の訓練、うちと一緒にタッグ組まへんか？悪いようにはせんで。ルカさん、やっと来た。みんなで待ってたの。早くアリーナ行こう。ルカさん、ちょっと聞きたいことがあるのだけど、スキルを合わせに来てくれるじゃない？あれって、どうやってるの？そんな適当でよく合わせてくるわね。クラスにいるわよね。そういう何でもしれっとやってくる子。準備できたら行こう。無意識に足が反対に向いてしまう。戻ろう。今日もアリーナでキャンサーと戦ってもらいます。とでも言うと思ったか。そんなガキみたいに毎回はしゃがねえよ。とでもの前が聞こえなかったわ。うん、待ってましたと心で思っただけだから。くるくるパーカー、また切れさせやがった。許してやってくれよ。これでもこいつ、コーンポタージュ缶のコーンを飲み干すのだけはうまいんだ。だから私をかばうなよ。怒られてんのはお前だよ。それにコーンポタージュ缶のコーン残りまくるよ。七瀬、後の説明はお願い。はい。今日戦う相手は昨日以上に強力です。一度外角を破壊しても回復されてしまう恐れがあります。外角を破壊した後、一気に畳みかけられるように力をコントロールしながら戦ってください。すごい、ゲームみたい。いや、戦術と捉えろよ。命がけなんだぞ。力をコントロール、そんな戦術いらんわ。サイキックだけで十分や。素直に言うこと聞けよ。そもそもサイキック戦闘に行かせてないだろ。今回の訓練にも目標時間が設定されています。達成に向けて頑張りましょう。では、それぞれ電子軍人手帳をかざしてセラフィムコードを唱えてください。私らならやれるさ。回復します。
もらった。うちも負けてられへん。やっ、うちに任せて下がっとき。気にはさせへんで。よっ、待ってました。もらった。ええやないか、それくらえ。そいつに対して耐性があるみてえだぜ。くそ、一気に行こうぜ。うりゃ、あたしに任せな。予想より手こずったな。まだまだのようね。訓練は失敗です。実戦だったら命を落としていたところね。物騒なこと言うなよ。物騒な状況なんだよ。訓練で本当に良かったよ。計算通りに戦えてたのに。ならその計算間違ってんだよ。もう何も考えずに戦えよ。でも急に現実感が出てきた。真面目に訓練しなきゃ。死にたくないです。戦略も重要だけど、そもそものダメージ値が足りていないみたいね。このままじゃ適正試験はとても突破できないわよ。自由時間も訓練を欠かさないようにしなさい。わかった。これまで以上に瞑想にも励まんとあかんな。そんなんで強くなれたら世話ねえだろ。はっ、うちを誰やと思うとるんや。サイキッカーやで。行かせてないだろ。ユッキー、あたしらに任せとけ。あたしとメグミンが共にサイキックの能力を駆使すれば怖いものなしだ。せやからアイデンティティ奪おうとすな。自分はロッカー、うちゃサイキッカー。やっぱりロッカーでありサイキッカーでもありたい。せやから贅沢がすぎるわ。なんだよ、お前らの間で何の争いが巻き起こってんだよ。適正試験まであと2日、気を抜かないように。本日は以上です。お疲れ様でした。少し慣れてきたな。気分転換に敷地内を探検してみるかな。ショップ寄ってく。あいつらいつ寝てるんだろう。食事とかしてるのかな。そういえばあの奥行ってみるか。ここも軍の敷地内なのかな。そろそろ帰らないと迷子になっちゃいそう。なんだ、こんなところに秘密基地か。そういう場所があった方が刺激的な遊びができていいよな。よし、 31A で使えるかちょっくら覗いていこう。
ムセット、ギターもアンプもある。完全にスタジオじゃん。でも随分ホコリをかぶってるな。ギターも弦を張り替えてやらないと、錆びついてる。私が綺麗にしてやるか。すごい、自分を褒めてやりたい。自分の部屋だって片付けたことないのに、これでいつみんながバンドやってモテたいと言い出しても大丈夫になったな。腹減った。お、セラフを研究してる樋口だ。呼ばれたから来たが、ただの食事会か？そんなの私は軽食で済ませる。帰っていいか？舞台が集まるのは当然だろう。何勝手なこと言ってやがる。そうにゃ。え、あの人もセラフ舞台なの？まあまあ、皆さん仲良くやりましょう。そういうてめえが舞台長なんだから、もっとしっかりまとめろ葵。まったくにゃ、言いたいことはもっとビシッと言うべきに。まだ日が浅いですし、さすがに言い過ぎでは。たく、退屈だな。もっと亀裂が生じてくれないものかな。なんだか前途多難そうな舞台だな。大丈夫なのか？私らに関わるんじゃねえ。長生きしたかったらな。おいしに見える。どうしたの？
どうかな、小鳥ちゃん。おたまさん、やっぱり海が恋しいのか。いえ、他にやることもなく、ただぼーっとしていただけです。それだけです。寂しそうだ。これは遊びに誘った方がいいのでは。じゃあさ、あたしと遊ばない？もちろん自由時間だもん。一緒に羽目を外そうぜ。何して遊びますか？ワクワク。ついてきな。基地から出るぞ。そういうことか。飲むことをおすすめするわ。図書館空いてるかな。美肌を作るコツを聞いてるの。星の導きを感じます。上昇。ひたすらツッコミの毎日。訓練よりもそっちの疲労でぶっ倒れそうだ。以上の定理で答えが導けます。される瞬間にさ、ひょいと避ければいい。また攻撃されたら？それもひょいと避ければいい。そうやって避け続けていけば、草津ぐらいならたどり着けるぞ。なるほど。でも避けきれない攻撃が来たらどうしますか？そん時は運に頼るしかねえな。別のキャンサーが突っ込んできて相打ちになって奇跡的に助かるとかさ。なるほど。でも結構避けられない攻撃が来ちゃうと思うんですけど。過去に戦って敗れた身としては。そうすると結構運を使うことになるな。行きは運を使ってたどり着けるかもしれないが、帰りは尽きているかもしれない。そうなったら帰ってこれませんよ。草津に閉じ込められてしまいます。くそ、そこまで考えてなかった。運はできれば戦闘で使いましょう。草津に行くためにゼロにしたくないです。そうだな、温泉旅行は諦めるか。すみません、変な空気になってしまいました。私が差し出がましいことを言ってしまったせいで。でもこれでも戦艦の艦長をやってたんで。わかってる、まだ考えはあるさ。ついてきな、図書館に行くぞ。
よいよ蹴りつけようかな。だそうだ、柳。よし、漫画を一気読みするぞ。なるほど、それならキャンさんに襲われることもなく安全です。じゃあ何から読もうかね。私はですね、ってもしかしてそれって会話が発生しなくないですか？笑い声ぐらいは漏れるだろう。だったらいいですね。ってそれ会話違いますし、相手の笑い声聞いてあっちは楽しそうだなって、それ面白くないですから。そうか、そっちはそっちで楽しくやってくれればいい。二人で遊んでることにならない。いや、同棲とか始めると二人で過ごす時間ってそういうお互い違うことをやってる状態ばかりになるんだぜ。付き合っているにもかかわらず。そう、驚きだろ。だから漫画読もうな。ああ、楽しみだ。付き合ってないし。おい、私たち付き合ってないし。うん、付き合ってない。ならさっきの例当てはまらないし。おっと、ユキ並みのナイスハッキング。これでも戦艦の頭脳でしたから。やるね。おっと、もうこんな時間です。楽しい時間は過ぎるのが早いですね。次までに遊び考えとくよ。よろしくお願いします。おたまさん、おたまさん、一緒にお風呂行かない？はい、ご一緒しましょう。やったね。さすがに風呂入るときはあの帽子かぶらないんだな。髪洗えませんから。仕方ありません。髪洗おうか。いいんですか？体も洗おうか。いいんですか？喜んで。気持ちいいです。お玉さんの肌プニプニのスベスベだ。私も早く成長してルカさんみたいなナイススタイルになりたいです。とんでもない、お玉さんは今のままでいてほしい。私、よくわからないけど、ファッション誌の表紙も飾ったことあるんだ。ただならぬカリスマ性。お玉さんも艦長としての立派なカリスマ性あると思うぜ。あった、よかった。いい湯だな。あとは寝るだけと。ストーップ、ベッドに飛び込むな。なんだよユッキー。司令官の話を聞きそびれたお前のために、寝るまでこの世界のお勉強会とする。了解であります。なんで私らにまで敬語なんだよ。しかもそれ口先だけって知ってるからな。耐え抜いてみせます。いや、耐えるほどのものでもないんだけどな。話するだけだし。はっ、なんも知らんまま犬死にするとええわ。お似合いやで。その言葉そっくりそのまま受け止めてやるよ。返せよ、素直だな。いい子かよ。でも大事よ、現状を把握しておくことは。カレリンが言うなら聞くか。
どんだけ朝倉にぞっこんなんだよ。少し他の仲間にもその愛を分けろよ。だからユッキーにはすでに愛情度マックスだって言ってんだろ。いやいや、嫉妬してねえから。私は戦艦で戦ってきてるんで、その辺の事情はよく知ってます。だから先に寝てもいいですか。いいわけあるか。で、どんな話が聞けるのかしら。私の知らないことだと有用なのだけど。だったら大概のことはお前にとって有用だろう。まあ、私はオーキッドのコアメンバーをやってたから、情報に関しては結構世間に出回っているものより信頼度が高いと思う。ちなみにオーキッドって金玉って意味だからな。それはお前の好きなハードコアバンドのオーキッドの方だろう。こっちは花の蘭のことだよ。でも名付けたの外国人だろ。ええ、そうだけど。だったら金玉じゃん。革新的にチョイスしてる。うちら金玉って名前で活動してたの？なんだ今明かされるその衝撃の事実は。いやいや違う違う、騙されるな。花の蘭だ。蘭だ。金玉だって。あれもこれも金玉って名前でサイバー攻撃仕掛けてたの？なんだ、ユッキーも相当頭いかれてるじゃん。お前と一緒にするな。お前とだけは一緒にするな。一緒にしてくれるな。必死すぎて同じことを3回も言ってる。話を戻さない。また一番言われたくないやつに軌道修正された。なんだこの敗北感は。これでも味方なのだけど。頼りになればいいんだけどな。寝るな。おい、どう来てますってば。ねえ、トイレとか大事に。思考回ってなくてこの世で一番無駄な言い訳口にしてるからな。で、何からお勉強するの。まずは、そうだな。すまん、ちょっと待ってくれ。なんだよ、くしゃみかよ。あぐぐ。寝たー。くしゃみかと思ったらいびきだった。今までぐがーだったろ。なんではぐがーに変わったんだよ。言い直さなくていいよ。おいおい、まさかお前の、すまんちょっと待ってくれは朝までだったのか。お前の了解でありますはやっぱ口だけか。意外と仲良くやってたつもりなのに、せめて私にだけはその裏切り向けてほしくなかった。賛成や。体バッキバキに痛いし、早よ休みたいわ。はぁ、起こすのもかわいそう。そうね、疲れたわ。ぐったぐただな。戦場出たら真っ先に死ぬぞ。私はそんなの嫌だからな。その時すでに泉ゆきは誰よりも先に特攻し、犠牲を最小限に抑える覚悟を決めていたのであった。そんなの決めてねえ。いつも聞こえてくるこのナレーション何なんだよ。誰かもう一人いるのかよ。怖えよ。今朝倉さんが喋ってた。え、お前が。もう、おい、お前なのか、朝倉。え、朝倉ではない。サイコキラーのカレンちゃんなのです。今までのも全部お前の仕業だったのかよ。そうです。お前らのビビる姿、最高に愉快じゃったわ。めっちゃ腹立つ。何がしたかったんだよお前。この理不尽な世界を簡単に突き落とすことです。すでにキャンサーに襲われて混沌としてるんだがな。でもこれで怖いナレーションの正体が分かって一安心ね。朝倉の不気味さはさらに増したがな。
今日もテストを受けてもらうわ。せーの、ブーブー。だから一人だけブーイングしても無駄。ユキ、なんで一緒にやってくれなかったんだよ。せーのってタイミング取ってやったのに。やると思うか。私の中ではユッキーも一緒にやるってなってたんだよ。お前の中だけでなるなよ。私は私の意思で生きてるんだよ。そりゃそうか。デペリンか。それイラッとするからやめてくれ。私の中で流行ってんだよ。ユッキーの前でやらなくて誰の前でやるんだよ。誰の前でもやるな。封印しろ。誰も得しない。二度とするな。そこ話は終わりましたか。はい。昨日までとは違い、今日はいろいろあるわよ。今までの知識を問うテストとは違って、地頭の良さを測らせてもらうわ。いくつかテストの種類があるから順番にやるわよ。まず数列問題です。1、8、9、64、25、216。次の数字は4、6、9。不正解です。いや、挨拶しただけです。数字かと思いました。私の勘違いでした。紛らわしいので、おかしなタイミングで挨拶するのは今後慎むように。はい。わかる人は。はい、49。正解。次の問題いくわよ。頭使う問題はやだ。保険の時間にして性の問題にしてくれよ。不思議なことがいっぱいあるんだよ。お前は小学生か。以上です。終わった。やれやれや。ユキ、昼飯はどうするのさ。ちょっと抜け出して駅前のパンケーキ食べに行かない？おごるからさ。だからそんな学園ドラマ的な場所どこにもないから。今日も京都っておっきらクランチ。